第二節リラックスリラックスとは自立訓練法は心をリラックスさせるために行うトレーニングですがリラックスリラックスという言葉の意味が日本人には正確に理解されていないので最初に説明しておきます。英和辞典でリラックスを引くと動詞で「を緩める」「くつろぐ」「息抜きをする」「緊張を緩める」とあります。 名詞の RE ラキシションを引くと、息抜き、くつろぎ、ゆるみ、しか衰退、緩和などと翻訳されています。ところが、英語には、他に、LAX という形容詞があり、ゆるんだ、しかした、怠慢な、厳しくないというように訳され、さらに、ラキセーション、有名詞は、ゆるみ、だるみ、しかと翻訳されています。それでは、 名詞の「リラックス・アティオン」と「ラキセーション」の意味の違いは一体どうなるのでしょうか実は説答時の「RE」に大切な意味が隠されているのですそれは英語では「RE」という回帰性を示す説答時をつけることによって緩んで再び元の状態に戻るという内容を表現しているのですこのように考えると「リラックスする」ということは「 緊張を緩和して、本来の自分の姿や機能を取り戻す、という深遠な意味を持っているのです。ところが、一般にはリラックスするというと、ぼっとする、たるんでいる、怠ける、何もしないというような、消極的な互感を感じている人が多いのですが、決してそうではありません。これは、辞書の翻訳が、 悪く微妙な英語の語感ニュアンスを伝えていないことが原因で日本文化が語訳文化と言われるゆえんですですからリラックスするとは緊張を解きほぐして本来の自分に立ち返るないしは緊張を解きほぐして軽い瞑想状態に入るという状態取り返してください心をリラックスさせさまざまなイメージを心に描きそのイメージを利用して 特定な方向に心をコントロールすなわち調節することをイメージトレーニングと言います最近瞑想メディテーションという言葉がよく使われイメージトレーニングとの違いが不明確な点もあります西洋医学から発達した心理学や精神医学ではイメージトレーニングという用語を使うことが多いのに対し東洋の宗教では 瞑想法、メディテーションとといいううう用語を使うことが多いようです。一般的にはイメージトレーニングは瞑想法の一部と考えて結構です。催眠術を利用して自己暗示を与えることにより病気が改善したり人格を改善したりすることがある程度可能であることはよく知られていますがさらに進むと人の行動を自由に操ったりすることも可能になります。 このようなことから自己暗示こそがすべての根源であり宗教的な儀式や修行などはすべて自己暗示をいかに行うかの方法論に過ぎないという考え方もあります宗教で有神仏も神社や寺院や教会などの建造物宗教的な絵や仏像や心臓などの彫刻もいかに仰々しく作られていても すべて自己暗示のための単なる道具立てに過ぎないというわけです。東洋医学の壺や経絡、そして丹田なども、すべて自己暗示のイメージ中に仮に存在するものであり、実際には存在していないのだというのです。イワシの頭も新人からという格言があります。また、信じる者は救われるという俗言もあります。これは、自己暗示こそが。 全ての治療効果の根源であり、神物が実在するかどうかなどは問題ではなく、信念を持って信じる行為が大切であると言っているのです。実は、これは、心理学上ないし、哲学上あるいは宗教上の大問題なのです。このような大問題に対して、私式が意見を言える立場ではないのですが、私の個人的な直感として、 宗教の有心物や東洋医学の断錬などがすべて自己暗示のためのイメージであり実際は存在しないという単純な一言で説明できるとは思えませんしかし患者さんとしては自己暗示であろうが宗教的な神の救いであろうがある程度の効果が認められれば良いわけですからこのような問題にこだわる必要はないと思います